はいどうもこんにちは、高島です。今回はですね、僕が愛用している最近買ってよかったバルミューダの商品を3つご紹介したいと思います。僕が購入したのはトースターと電子レンジとあと空気清浄機の3つになるんですが、まあ、使ってみて分かった感想とか、あとはその特徴とかインテリア的にどう取り入れるのがいいかなっていうのもねご紹介したいのと、あとはねバルミューダの製品って定価から安くセールになることってほとんどないと思うんですが、新品でね安く購入した方法なんかもねまとめてご紹介したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、まずねバルミューダの商品をご紹介する前にですね、それぞれ、いくらぐらいで購入できるのっていうね、バルミューダの商品って結構高いんですけど、それをですねいくらで購入したかっていうのをねざっとご紹介したいと思います。まずはこちらのこれねバルミューダのザトースターっていう有名なねトースターになります。これね定価だとね25,850円って結構高いですよね。で僕もね高くてねなかなか手出せてなかったんですが、ある購入方法で僕はね22,350円、5500円オフの 22% オフかなで購入することができました。はい、でさらにですね続いてこちら購入したのがこれなんですけど、これねバルミューダのザレンジってやつなんですけど、これもね定価だと 47,850円ってこれも高いですよね。それがですね、僕はね定価で購入してしまったんですが、後からねこれをね 36,000円ぐらいで購入できる方法を見つけました。それをね、後ほどご紹介しますが、 11,750円オフ、約 25% オフですね。であと空気清浄機、これあるんですけど、空気清浄機なんかねもっと安く購入できるんですよ。これはね実際安く購入しました。でこれは、57,200円つって、これもやっぱり空気清浄機としてもねすごい高額なんですけど、僕はね44,555円、16,745円オフ、約ね 30% オフでこちらをね購入することができました。これだけちょっとね定価で購入してしまったんですけど、そのあたりの安く購入できる方法なんかも、後ほどねご紹介したいと思います。はい、じゃあ早速ね、一つずつご紹介していきたいと思うんですが、まずはねこちらのバルミューダのザトースターです。これね結構シンプルな見た目で、見た目にもかっこいいかなみたいな感じもありますよね。でこれの一番の特徴はやっぱりね、このスチームトーストっていうね画期的なトースターなんですよね。今までになかった作りになっていて、まあ、ここにね水を入れる部分があるんですが、こちらね付属のカップで 5cc だったかなをここに入れて、それで準備が完了でパンを入れて焼いて完成までねちょっと2分ぐらい待つっていう感じなんですけど、それだけでめちゃくちゃ美味しくなるっていう噂のやつなんですよ。これをねちょっと購入したんですけど、もともとですね僕ねこういうのを使ってました。これは無印良品の、まあ、よくあるやつなんですけど、まあ、普通のトースターですね。トースターのヒーターみたいなのが 1,2,3本ついていて2階建てになってるようなやつなんですけど、まあ、こちらを使ってました。でもねこちらね結構ね10年ぐらい使ったんで、もうそろそろボロくなってきたんで、ちょうどね買い替えを考えてたんで、今回ねこちらを思い切って購入しました。このトースターをね購入したきっかけ、一番のきっかけとしては、僕がよく行く、パン屋さんがあるんですけど、そちらで、これをね使っていたりとか、たまにね行くカフェなんかでもねこれを使っていたりするんですよね。ちょっとしたことで美味しくなるっていうことだと、やっぱお店とかでも結構ね使われているみたいで、すごいいいんだなっていうのがねなんとなく分かっていたんですけど、まあ、実際にそのお店で食べたトーストっていうのがすごく美味しかったので、購入することにしました。で続いてはねこちらとこちらでトーストしたものをちょっとね焼いて比較して見てもらおうかなっていうふうに思います。はい、それではですね、こちらに食パンを用意しました。これ1枚ずつねちょっと用意しまして、全く同じものです。じゃあこれをまあ入れていきます。こんな感じかな。はい、でこっちはこっちでここら辺に入れていきます。こんな感じかな。上下を温めるパターンと、こちらも上下を温めるパターンなんで全く同じ焼き方になると思います。あとはね性能がどれぐらい違うかで、今からねちょっと焼くんですが、その前に先ほど言った
こちらの方にですね 5cc このちっちゃい、ね、カップが付属するんですが、これをですねここに入れるわけなんですよね。こんな感じで入れました。でこれで OK です。これがね付属するやつです。でこれトーストだと 2.5 分、でこっちも、まあ、同じようなもんかな。ちょっと中の様子見ながらやっていきたいと思います。2分半ぐらい、どんぐらい違うかっていうのがね、結構気になりますが、あ、これがスチームがね出て曇ってきましたね。これがスチーム、さっきの水がいい感じに働いてんのかな。おお、完成したみたいですね。こっちもだ、ま、これまだだな。こっちはとりあえず完成してます。はい、ちょっと待ってみます。 OK かな。はい、だいたい OK なんでちょっと出してみます。お、お、熱っ。はい、こんな感じでですね、それぞれのパンが焼けました。結構ね、どっちも見た目はねそんな変わんない感じなんですけど、ちょっとね実際に食べてみたらどうかなというところをちょっと見てもらおうかなと思います。まずはこっちにしますか。こっちをちょっとね、こっちはこっちでも普通にできてるんですけど、おお、これはこれで美味しそうですけどね。うん、普通に美味しいのは美味しい、いつも通りって感じですね。こっちじゃあ食べてみたいと思います。うん、これね、分かりますかね、このパンが裂ける感じがちょっと違うっていう、これはね結構特徴違うなっていうふうに思いました。バルミューダで焼いている方は周りがね結構硬くなってる感じです。カリッとしていてしっかり硬くなっている感じで、こっちはねそれよりもそんなに硬くないかなと、ちょっとサクサクって感じで、こっちはねガリッとするくらいね焼かれているような感じです。実際はこっちの方がねちょっとだけ多く焼いてるはずなんですけど、まあパワーがちょっと違う可能性あります。で中身がね結構これ、このね分かります、この感じがすごい、このねふわふわ感がこっちは普通なんですけど、こちらちょっともちっとしたような感じで、実際に食感もねそれに合ってるような感じがしました。これはやっぱりね食感の影響がねかなり強いかなっていうふうに思います。こちらね今食べ比べしてみたんですけど、やっぱりこっちの性能っていうのはね違いがあるなっていうふうに思いましたが、インテリア的にはどうかなっていうのがちょっとだけあって、やっぱりね僕の自宅だと、こんな感じでですね、キッチンの周りが割とねダークトーンにまとめられていて、リビングよりも結構ね暗い印象なんですよね。まああえて暗くしているんですけど、まあ、それは、リビングの方がメインというふうに考えて、キッチンの方はねあんまり目立たせたくないっていうのでね、ちょっと暗めにしているっていうのがあるんですね。それに合わせて、このねキッチンの家電も黒に合わせてます。で今まではね白で統一してたんですけど、電子レンジとかあと、まあこのトースターもそうだし、空気清浄機もね全部白全部白で統一してたんですけど、それだと場所によってはね結構目立ってしまうっていうのがあって、まあその辺もね後ほどね詳しくご紹介しますが、まあ僕はねこの濃い色、黒のカラーにしてみました。でちょっとしたね色の部分がブロンズのようなカラーになっていて、このあたりもね高級感があってすごくいいなっていうふうに思います。はい、続いてご紹介するのがこちらになります。これです。はい、これねバルミューダザレンジっていうねレンジになります。こちらはまあ普通にねオーブンレンジみたいな感じでシンプルな機能になっています。見た目はねすごくいい感じなんですけど、これのね買った理由がいくつかあるんでそれをご紹介したいと思いますが、今まではこんなのを使ってました。これは、無印良品で僕が一人暮らしをしている時に購入したものなんで、もうかれこれね15年ぐらい前に購入したものになります。で結構前のものですね。でこれをねずっと使えたんですけど、ちょっとボロくなってきたとか、ちゃんとね温まんないからちょっといいの欲しいなっていう風にね考えていたところだったんですよね。電子レンジが15年持つのであれば結構ねちゃんとしたのをね気に入ったのを購入したらいいんじゃないかなっていうことで、まあ、ちょっと高いけどこちらをねゲットしてみました。はい、でこちらをねちょっとじゃあご紹介していきたいと思います。これはねもう使わないんで。こちらのね特徴は何といってもね、この見た目は、すごくね特徴的だなっていうふうに思います。はい、こちらのねデザインで、
結構ね特徴的なのはここがね、ちょっと見ていただきたいんですけど、こうかな。このね音もちょっと独特なんですよね。でここがねちょっと光ってるのが分かりますか。なんかね間接照明みたいのが内蔵してます、この持ち手に。この音が特徴的で、でボタンを押すとなんかギターの音みたいなのが、でメトロノームの音みたいな、こうやって電子レンジの設定ができます。であとねここに、これでねオート、マニュアル、これが飲み物、これが冷凍ご飯、これは冷凍の解凍で、これオーブンで、オーブン機能も使えるっていうことで、結構ねシンプルな、機能にはなってます。でこちらのね今見ていただいたように、結構ね音が意外といいなっていうふうに思いました、この音で。いつもね先ほどの電子レンジで時間にこうなるとねチーンってなるんですけど、そのねなんか音がね結構うるさいというか、なんかせかされてるような感じというか、あんまりチーンって音が好きじゃないっていうのもあって、その音量をですねオフにすることができたんですけど、もうずっと僕はチーンっていう音を消して生活してたんですけど、こちらはねなんか心地いい音が鳴ったりするんで、まあ、意外とそれもいいかなっていうふうに思いました。インテリアとしてどうかなっていうところは、これ並べるとねちょっと色の差を感じるんですけど、ちょっとだけ色の違いはあると思うんですが、大体同じなんですよ。カラーがダークグレーで、こっちはね多分ブラックってことなんで、ちょっとだけ色は違うんですが、まあ、基本的にはね無彩色で近いような色になってます。でそれにねここのブロンズのカラーになってて、これがねすごくいいなって思ったんですけど、実はこちらがバルミューダのホームページのショップ限定になっていて、でそれで見つけて、あこれだっつって購入したんですよね。でバルミューダのこのレンジのカラーも白と黒とあとシルバーみたいなのがあったのかなっていう感じで、3色になってて、ちょっと黒でもなんかちょっと違うなって思って、白もキッチンとはね合わない色だなと思ってたんで、このぐらいのね色でこれとね一緒のカラーだったらいいなと思って、こちらをね購入しました。これはねだから安く買えなかったんですよね、実は。こちらはねそれでもしょうがないかっていうことで、まあこれを購入しました。まあ、これはねかなり気に入ってます。このカラーリングはすごいいいですよ。この間接照明がついちゃってます。はいはい、じゃあ3つ目ご紹介するのがこれですね、バルミューダザピュアっていうね空気清浄機になります。でこちらはですね定価は 57,200円になってて、結構高いですよね。空気清浄機の中でもそこそこ高い方になるのかなっていうふうに思います。まあ、僕は実際 44,555円で購入したっていう、めちゃくちゃ安く購入したんですが、まあ、こちらをね購入した理由がいくつかあって、こちらねまず僕がハウスダストアレルギーっていうのがちょっとあって、ハウスダストでなんか喉がやられたり、目が痒くなったりとかね、そういった症状が出やすいっていうことで、結構ね性能がいいもので、まあ、パワーが強いというかいうもので、空気中に回ったものがね吸い込みが強いっていうのがね、こちらを購入した理由の一つです。今世の中にあるものから、まあ、性能がいいものをいろいろ見繕った中で、まあ、こちらがいいかなっていうふうに思いました。でこちらなんですが、まあ、やっぱりね空気清浄機ってリビングにね置きたかったんで、結構目立つものの一つだと思うんですよね。ですので飽きが来ないシンプルなものが一番いいなっていうことで、まあ、こちらをねちょっと狙っていたっていうところもあります。こちらの能力の良さ的にはどういったものがあるかっていうと、結構静かです。割と静かで、ここからね吸い込んで上にこう排出するような感じで、こう上のねこの空気の循環が生まれるような感じになっています。上下の空気の循環ですね。でそれは強力なんですが、まあ、静かであまり気にならないっていうのと、あとはですね、エアコンのね暖かい温度が上に行ってね、冷たい温度は下に行くみたいな感じで、夏とかは扇風機があるからいいんですけど、冬とかもねやっぱりこのサーキュレーターというか空気を循環することってすごく大事なので、それの役割としても使えるかなっていう感じの循環のね方法を上に向けているっていうところですよね。であとはですね、
まあ、やっぱり見た目の部分も結構大きかったです、はい、常に目に入るものかなっていうふうに思いましたので、まあ、やっぱり、シンプルなものがいいっていうのと、あとねこれはホワイトにしてます。他のはねブラックとかグレーだったんですけど、まあ、これの理由もいくつかあって、僕はリビングで使っている家電製品はね全て白にしてます。でキッチンの家電製品は黒とかグレーとかねダークなカラーにしてます。でそういったね違いを作っていて、それはなぜかっていうと、これはですね結構目立つんですよ、黒の方が。例えばこれのねこういうところに置いて、家具が黒で結構目立つようになっていて、ここに置いたとしたら全然目立たなくないですか。カーテンの光とこの空気清浄機の白がですね結構ね明るいところに置くと白って目立ちにくくなるっていう特徴があると思います。ですので、まあ、こんな感じで置いてても目立つのはメインとなる家具ですね。存在感がね感じてもいいものはブラックで揃えていて、まあ、それ以外のねあんまり目立ちたくない部分は白にしているっていうことで、そういうふうに決めてやっています。あとはですねちょっとね、なんかデザインが加わるとやっぱそれはね目立ってくるかなっていうところがあって、で前に使っていた寝室とかで使っていたね、こういうのがあるんですけど、これはねなんだっけパナソニックシャープだ、シャープのやつで、これね結構前に購入したんですよね。これ多分5年以上前かな、何年前か分かんないですけど相当前に購入したんで、今だとなんかあんまりシンプルに感じないですよね。時代によって、まあ、よくある家電量販店で売ってるような大手メーカーのね空気清浄機とかね家電製品っていうのはデザイン性がですね時期によって結構変わっていくんですよね。ですのでその当時はまだ良かったけど、何年か経つと古く感じてしまうっていうね、そういった特徴があると思います。ですのでそれってやっぱり毎月新作を出してるんで、まあ、そうやって、ちょっとねデザインをちょっと古く感じるような部分が多少含まれてるのかなっていうふうに思います。例えば極端にシンプルにすると買い替えなくていいかなっていう風になってしまうと思うので、大手メーカーはねたくさん売りたいっていうのもあると思うので、やっぱりそろそろ古くなってきたなっていう感じをね感じるようなデザインになってるんじゃないかなっていう風に思います。はい、あくまで推測ではあります。で今回ねバルミューダの商品を3つ購入したんですけど、どれも結構高額ですよね。まあ、2万5000円のトースターは高いし、電子レンジでね5万円ぐらいだったらもっといい機能のやつあるんじゃないとかね、空気清浄機もそうですよね。でどれもね高い割高に感じてしまう部分はあると思うんですが、やっぱりね5年とか10年に1度ぐらいしか買わないものでそうそう壊れないっていうね感じも、やっぱり電化製品は5年とか10年はね平気で持つものだっていう風な認識でいますので、まあ、一番気に入ったものを買うと後悔がないんじゃないかなっていう風に思って購入しました。で毎日使うので、まあ、機能性も大事だし品質ねもう重視する必要があるし、さらにね毎日使うのと毎日見るっていうこともありますよね。ですのでやっぱりデザインというか、まあ、外観のね部屋に調和するっていう部分も、まあ、結構大事なのかなっていうふうに思います。それだけを聞くと結構ね軽薄な感じに感じてしまうかもわからないんですが、商品すべては機能的な価値とあとはね情緒的な価値両方あると思うんですね。で、まあ、機能で得られるものは便利とか楽とかねそういう満足の部分だと思うんですが、まあ、デザインで得られるものっていうのは、まあ、心から良かったなって思うものとか、そういったね、これ見るたんびに使って良かったなって思うね気持ちの問題ですよね。そこの満足度なんで、まあ、楽になるよっていう満足と気持ち的に満足するっていう部分のねどちらともね心が豊かになるという意味ではね両方ともに同じような価値があるんじゃないかなっていうふうに思います。という言い訳をして自分の欲しいものを買っていくっていうスタイルでやっていってます。はい、これらの商品を安く購入した方法っていうのをご紹介したいと思います。まずね、簡単にどういうふうに購入してるかっていうのをご紹介すると、僕はねフリマアプリを使っています。簡単に言うと、はい、でその中でもラクマっていう楽天のサービス、メルカリみたいなフリマサイトがあるんですが、そちらで新品を検索して購入してました。でこれですね、中古のものを購入するとやっぱ不具合があったりとかね傷があったりとかね
ね、なんかトラブルがある可能性があるんですが、新品で言うと意外とまあ大丈夫だなっていうのがあります。まあ、それをねちゃんと確認して購入すれば特に問題はありません。で、僕がねメルカリとラクマで購入したいい方法としては、不要品を売ってたまったメルカリとかラクマのポイントを使ってこれを購入するって感じなんですけど、例えばこれ新品を検索するとこんな感じでですね、いろいろ出てきます。バルミューダって見栄えがいいくて、だいたいね3万から5万円ぐらいの間の商品が多いので、結構ねプレゼントでもらったりとか、あとなんかの景品で手に入ったっていう人が結構多いんですよね。例えばトーストを買ってかぶっちゃったとか、あと電子レンジはもう持ってるよとか、自宅にあるやつの方が気に入ってるよっていう場合って、フリマアプリサイトにこう出品されることがよくあるんですね。で、今も検索してる感じだとありますよね。で、例えばこちらのブラックのレンジ、これはちょっとダークグレーなんですが、このブラックのレンジだと3万8000円から出品されている人がいますね。さらに、僕が購入したのはこちらはラクマで購入したんですけど、こちらは4万3500円です。なので、1万円以上安くなってました。だからめちゃくちゃ新品で安く買えます。で、こちらだったら、どれぐらいかな、トーストだったら2万1300円っていうのもありました。これはホワイトで新品ですね。だから定価よりも4000円ぐらい安いんですね。そういう感じで、フリマアプリで安く販売してるっていうのがあるんですけど、さらにですね、僕はねラクマで購入したんですが、ラクマだとおすすめなところがもう一個だけあります。で、それがですね、このラクマでよくやっているこの、ね、オフ施策っていうのがあるんですよ。例えばこのね、全ての商品を 5% オフで買えるチケットっていうのをね配布してたりするんです、このラクマって。で、これしょっちゅうやってて、実はで今もちょうどやってたんですけど、2日間限定で 5% オフクーポン5枚配布っていうのがあって、で、これを使えば全ての商品がですね 5% オフで購入できるということで、例えばこのトースターだったらさっき2万1000円ぐらいだ、2300円かだったのが2万235円だから約5500円オフ、 22% オフになります。で、こっちだと3万8000円だったんで 5% オフで3万6100円まで安くなります。ですので1万1750円安くなる。で、こちらなんかさらにすごくて、こちらはですね、僕が購入したのが 5% オフを使って4万450円、定価が5万7000円なんで1万6700とか1万7000円ぐらい安い。で、 30% オフで購入しましたっていう感じで、めちゃくちゃね、安く購入できる方法としておすすめなんですよね。はい。で、今回はね、こちらはバルミューダの公式ウェブショップだけ限定のカラーを買ってしまったので、こちらはオフじゃなくて定価で買ってしまったんですが、こちらとこちらは安く買いましたっていう感じで、バルミューダに関わらず定価でなかなかオフしないブランドっていうのは、意外とねそういう購入の仕方をすると安く手に入れることができるんじゃないかなと思います。で、その場合ね、ちゃんと新品かどうかとか未開封がどうかとか、そういったところもねちゃんと見て、分からなかったら問い合わせてから購入とかね入札するようにしてみてください。というわけで、今回は最近購入して良かったバルミューダを3つご紹介しました。というわけで、インテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。